2022笑ってる会絵手紙水彩画展です。こちらは生徒さんの力作ばかりです。ここはずっと順番に写していきます。こちらは岐阜メディアコスモスです。こんにちは。はい、笑ってる会絵手紙と水彩画展です。では、あ、こちらに先生がおります。いらっしゃいませ。じゃあ案内お願いします。はい、受付の美女を写してくれた。25教室の生徒さんの全員集合です。もうすごくね、長い、ここは長良教室はね、もう24年やってます。こちらの方でね、体験教室をやってるんですけど、皆さん楽しく書いてってくれてますよ。今はお地蔵さんをね、ちょっと描いてもらってます。また後でゆっくり向こうの方へ回ってね、見てみましょう。それからこの思い出、人生の思い出のを1枚書いてもらってます。この方は、自分の結婚式の写真を持ってきて書いたり、孫たちを書いたり、この絵なんかはね、もう90歳の方が書いてるんですけども、孫の結婚式に出たという思い出を書いてくれています。あらら、いっぱいありますよ。こちらのお部屋にもあります。ここのコーナーは私の娘、横山由香、講師をしてます。娘の作品をちょっと見ていただきます。私よりちょっとパンチが効いた絵を描いてくれますので。ここはもう、そうですね、これは岐阜駅の近くにあります駅前教室というところの生徒さん、それからこちらもこちらも、どこで行ってもね、きっとお分かりにならないと思いますので、ここのお部屋に3教室が入っております。これなんか面白いよ。私の主人は高橋秀樹そっくりだと生徒さん言ってました。本当の写真は見たことないので分かりませんけども、そうだったらしいです。こちらにも歌教室の作品があります。こちらの教室は水彩画の方と絵手紙の方と歌教室ありますね。同じ方が両方習ってらっしゃるんですけどね。このメディアコスモスは本当に大きな、ね、美術館ほどの、ね、場所が借りれて、たくさんの作品が飾れるので、もうここが出来上がってから、ずっとこちらの方で展覧会してます。みどりさん、かおるさん、
京子さん、恵美子さん、いろいろな方からね、こうして YouTube のお友達からもお手紙もらっております。どうぞ皆さん、またお手紙くださいね。こちらは水彩ですね。誰でもまあ簡単に描けるような水彩を教えてます。この教室も文章に撮ると面白い、楽しいでしょ。あの思い出の、ね、作品が、ね、いっぱいあるので、あの言葉がとても楽しいと思います。こちらはあの水彩の作品と絵手紙 の作品ですけども、三宅教室も絵手紙と水彩画の教室、再教室があります。これは面白いんですよ。二十歳の頃に男性が来て、一目惚れしたからお嫁さんにくださいと親に言いに来たそうです。一回二回会っただけの人がね、そうして来てくれた。親は大反対したんですけども、その熱意にほだされてお嫁に来たと言ってました。今彼女は70歳ですでもみんなそういうね、今年を重ねてますけども、みんなそういうキラキラと輝いた時があった。それをまた思い出していただきたいなと思って、思い出の作品を作ってもらいました。こちらの方も、ここも少し水彩画教室と絵手紙教室ですね。本当にみんな長く来ていただいてます。もう20年来ていらっしゃる方も、私短いんですよ、まだ8年だからとおっしゃるくらい、皆さん長く長くお付き合いしてくださってます。じゃあまた体験の方へ参りましょう。今日のお客さんがみんなこうしてね、岩川先生に教えてもらって、先生は生徒さんです。はい、こんばんは。みんな頑張って描いてくれてますよ。ちょっとこのお地蔵さん見せてください。はい。顔出して。この後藤さんが描きました。どうもありがとうございます。はい、今日は先生をやってもらってます。皆さんこのお地蔵さんを覚えてます。ふわーってやっちゃってもいいよ。これあまり様子やらないでね、頭の周りね、周り、はい、あ、顔の中入らない、もっと細くしますか、細く、細く、うん、ほじゅくとすぎる、顔の中入らないよ、細い線でいいよ、細い線、うん、細い線でいいから、お耳からお耳、ぎゅーっと上行くと縄跳びになっちゃう。お、ストップストップ。どう？あ、上手に描いたね。パパママもブームだよ。あ、ちょっと上ね。上手上手。すぐなんだよ。私の名前。声がしていいよ。あ、ここは私の絵です。これはあの2年前に亡くなった夫を描きました。これがあの昔のですから、孫が小さい頃にね、孫たちとお出かけは最高の楽しみだったね、父さん、今はねもうママになったよ、父さんは大きいじいちゃんですね、と描きました。この孫が向こうの方で後で出てきます、ママです。これは私が10歳の時のひいばあちゃんです。この年を考えますと、このひいばあちゃん70歳だったんです。昭和の初めの70歳ってこんなんだったんですよね。この辺の絵はまあ私の趣味で、あの面白おかしく遊んでおります。こちらの絵がさっきのちっちゃい孫がママになって、そしてジュリちゃん私のひ孫になります。もう描いた時は小さかったんですけど、もう今はね靴を履いて走って歩いてます。もうひ孫にね、デレデレのおばあちゃんです。
はい、こんな感じで私の顔なんかもありました。お、上手に描いたね。上手に貼ってあげてね。はい、カメラの方見て。はい、これ持って。はい、レイカ描きました。上手です。じゃあ後で貼ってもらおうね。はい、こちらの方も。これはそうですね、橋前駅の近くの方の教室ですね。10分過ぎたからいい？ここも絵手紙だよ。そしてこの橋間教室の生徒さんが私のアトリエに来て水彩画をまた習ってるっていう、ここはちょっとそのアトリエで習ってらっしゃる方の絵になります。これなんかも面白いでしょ。ザルで作った、おじいちゃんと孫でザルで作ったカブト、それを書かれたので、じゃあそれあったら持ってきてって言ったら持ってきてくださったんです。上手に作ってあるじゃないですか。まあこんな感じで楽しく1週間お祭り騒ぎです。外のネギが、外のネギ見ましょう。はい、上手に撮ってるね。私が撮ったらもう目が舞う、目が舞うってみんなに言われました。お庭撮った時皆さん見たら目が舞ったでしょう。どうも撮り方下手です。あら、こんにちは。写真また撮らせてね。サンダル、本当サンダル探してきてね。はい、じゃあネギの方行きます。はい、これは大きな株。それからこのネギ立って描きますよ。このくらい大きい絵はね。はい、そしてまたこの大きなあの絵に行きますけども、本当にこれ結構大きな紙に、私と横にパスをかかっております。こんな大きな紙に描きたいって手を挙げてくださった方に描いてもらってます。あの何を描いても自由です。じゃあ孫を描いた方、こんな風にあのどうやってこんな大きな紙に描けれるのって言ってね、相談があれば一緒に考えて描いていきます。もう大きいのを描くとねすごく楽しいので、また来年もやりたいっておっしゃってくれます。逆光、こっち行きましょう。娘がね撮ってくれてるんですよ。では皆さんよく見てくださいました。長い間見てくださってありがとう。じゃあまた私の YouTube また見てくださいね。ありがとうございます。